ただピカラピカーンと合うもんと合うもん。マリオパーティーがね、オンライン化したらしいの、スゴロクも。オンラインでできるんだったら、突発で暇なやつを集めれば、普通に楽しめちゃうんじゃねえペコなのと思って。だけど、今のところ誰も誘ってないし、よくある裏でさ、なんか事前に伝えるっていうこともしてない。マジで今暇なやつとやる。もしね、いやないと思うけど、まあマリオパーティー誰も集まりませんとなったら8時から泣きながらテオテスカストル？狩るので、一応その枠もね、もう作ってはあるのでね、一応事前準備はペコーラはちゃんとやるタイプなので、はい。うわ、久しぶりだな、マリオパーティー。あれ？ゲームか、あれ？ペコーラってダウンロードじゃねえんだっけ？ちょっと待って。じゃあね、こちら買います。もったいねえ、マジで2個買ってるよ、ペコーラ2個。もうあと6分で行けますんで、あと6分でこのうちに今来てくれるペコでしょう。あ、待って、時間がないからできなかった。え、プレゼント、あ、なんかハンカチをね、涙拭く用かな、プレゼントをね、いただきました。ロボコ先輩から、時間ないからできなかった、ペコーラ用にハンカチ置いとくね。でもその優しさにペコーラは。もし誰も来なかったら、テオデスカトルをこのハンカチを持ちながら借りたいと思います。先輩ありがとうございます。ちょっと待って、心拍数出すペコだ。はい、今のペコーラの心拍数100超えております、普通に。え、なんでペコなんだろう、やばくない、これ。え、これ焦りなんかな、え、緊張しちゃってるペコなんかな。え、バイオの VR と同じレベルペコなんだけど。いや、焦ってない、焦ってないよ。焦るわけないじゃん、ペコーラが。あ、ちょっと待って、あ、集まった。あ、ちょっと待って、あ、ペコーラがあれをしなくても集まったんだけど。あ、ちょっと待って、マリオパーティープレゼントするのでどうですかって、持ってない人向けに買いますよって言おうかなって思ったの、切り札で。晴れてどなたが来たのか。ここやはろー、寝起きかよ。あんた寝起き、その声寝起き。え、ね、マリ、うん、ちょっと待って、うん、配信つけたままだ、ちょっと待ってな、虹に聞こえてる、はい、お兄ちゃんに聞こえてる。ね、オンラインになったんだよ、マリオパーティー。知ってた？え、知らんかった。え、でしょ？え、だよね。ペコラも。本当にできんのこれ。え、多分、ちょ、ペコラもやってない。今、ダウンロードしたカードのやつなくなってて、ペコラ。おいだ。あ、もう一人来た。ミコミコです。あ、どうも、ミコミコ。スイちゃんも来た、この3人で。はい、スイちゃんでーす、皆さん。2人はあれだったの？え、行くみたいな感じで話してから来たってこと？あ、おう、え、知らなかった、知らなかった、あ、知らなかったの？マジでたまたま、今ミコメットですだから、あ、2人合わせて来てくれたのって思ったの。え、てかディスコ来てないのかと思って。ふざけんな、大丈夫かな。いや、ペコーラもね、ワンちゃんこれ来ない可能性あるなと思って。急なんだよ、めっちゃ上なら。ちゃった。え、スイちゃんもうちょい上げれたりする、マイク。スイちゃんいつも小さいから。おい、何が小さいって。じゃあやろうよ、マリオパーティー、みんなでやろうよ、やろうやろう、やだやだ、嬉しいな。ちょっとペコラ、ちょっとダウンロードしたばっかで、なんか最初のチュートリアル的な変なのがちょっと来てるから、ちょっとすまんペコ。準備不足なんじゃねえの。いや、来ないと思ってペコだからさ、誰かしら来るかなと思って。これあれだったの、ゼロ人とつまちだったの。うん、違う、本当に来てくれたら遊びたいなって思ってたんだけど、いや、ワンちゃんこれ来ないかもって、ちょっと焦ってたところペコだったかな。ちょっとね、悩んでたよ、ゼロ人にするかしないか。なんでだよ、なんでペコだよ。あー、同じとこに行くと。あ、こっちか。ちゃんと駆け引きしないと。分かってるよね、みんな。うん。邪魔だよ、これ。やめなよ。さすがに。
ここだよ、さすがにね。ここだよ、見え見えだもん、ここは。よし、じゃあなるほどね、なるほどね、これはちょっといただきますわ、もうさすがにね。いや、テコアールもさすがにここじゃあ、ちょっとミコチ来ないでね、ミコチ来ないで、来ないで、やめてよ、やめてよ、ねえ、嘘だぞ、ここだ、あー、何ちょっと、やだ、これはさすがにね、いただきつつ、やめてよ、ちょっと2コインしかないんだけど